け。残りは前半6秒、ロングレンジのスリーポイントは決まる、細谷です。そしてここで前半終了のブザー。耐え忍んだというか、自分たちの得点が伸びない時もやることは変えずに、まずはディフェンスでしっかり守るということをやり続けたのが今のこの数字にある。2ポストアップをしてハレルソン向き直してすぐのシュート、リバウンド争いですが、ここはウィリアムス。さあまた細谷、長いパス、安岡です。点差まで広がりました。まあ、この早い仕掛け、田中大輝とのマッチアップ、パスコースなかなかない、ショットクロックは残り8秒。さあ細谷が自分でフローターを打っていきました。さあ 2ポイントリードに変わります。細谷が切り込んできました。ここはディフェンスをうまくかわした形。細谷からウィリアムス、1対1来るでしょうか。もう一度戻して細谷、本日2本目ですよ。来ましたね。富樫ボール奪った。あ、これは成功ですね。さあ秋田ディフェンス成功、いい流れでいってバスケットカウント。中山、ここも前線からプレッシャーをかけます。そして細谷がスリーポイント、細谷も決めてきました。これは本当に想定外で、今までの平均で7内海に変えて、こちらもシューターの岡田です。松井とツインシューターということになります。白浜のスリーポイント。第3クォーター、最後得点を取って終われるか。秋田差は5点。苦しいシュートなんですが、ここをねじ込んできて